これがマルの衣装、魔法使いの服すら。どうかな、あなたからも魔法使いっぽく見える？大丈夫？ああ、よかった。ジョーズラ、マル、ちゃんと魔法使いに見えるって。あ、ジョーズラっていうのはこのネズミのぬいぐるみずら。十二支のネズミでね、今度のライブでマルたちと一緒にステージに上がるんだよ。十二支の他にも今度の衣装は魔法使いみたいな感じにしたいって話になったから、図書室から資料になりそうな本いっぱい持って行ったんだ。みんなとああしようこうしようって話し合って、それがどんどん形になっていくの楽しかったな。アクアに入ってからマルの世界は全然違うものになったずら。朝日はキラキラ輝いて、風は気持ちよくて、毎日のすべてが素晴らしいって思えるの。スクールアイドルになろうって言われた時から、マルはきっと魔法にかけられてるんだと思う。毎日がキラキラして生きるのが楽しくなる魔法をアクアのみんながマルにかけてくれたずら。だからそんな素敵な魔法を今度はライブでマルがかけるんだ。マルたちを好きでいてくれるたくさんの人たちに。もうかかってる？本当？じゃあもっともーっと楽しい魔法をかけるずら。楽しみにしててね。